人会計シペリア。CP クレジは最近ほらお笑い路線にかじきってるから。いや最初っからやん。ちょっと男前な顔しようよ。それするよな。胸にせえへんわ。すんねん。二重になって。ちょっと切って。100人ロールモデル。100分の1ロールモデル必要なんちゃう？無理に出ましょう。だってヤマケンも出てたし。あ、そう。うん、クロイも出とったから。あ、そう。それも CPA のメンバーで2人使うのせっこいわ。いや、だってやね。最近しよう。それ、国見さんせっこいよ。無理に出なあかん。そら。俺でも、どっちかというと国見チャンネル、JP チャンネルの方が出たい。JP チャンネル更新されてんだ、あれ。されてるよ。あ、そう。毎週日曜18時。ファインやん。めっちゃ見てるやん。チャンネル登録してもらってる。JP 喜んでると思った。久々に校舎来て、めっちゃ爽やかな顔でワイン行ってくるわって言って出て行った校舎。それ、ガッバガバのメンバー。あ、でも、その2時間の講義なのよ、毎回。で、初め1時間20分ぐらいが、そのまあ講師に講釈があって、で、残り40分がテイスティングの時間なんだけど、で、グラス6つあって、で、ラベル剥がされたワインをこう注いでいくのよ。利き酒みたいな。そうそう、で、結構その一つのグラスに普通に注ぐから、こう6つ全部飲むと多分ボトルハーフ以上ぐらいを飲むことになるのよ。それ、どんな人が来てる？いけすかんやつばっかり。そんなの何かも言うてんもういけすかんやつばっかよ。あ、そう。あの、ね、一番多いのはやっぱ医者やわ。趣味なんやな。あ、まあ、確かにな。そもそもなんかそういうとこ来るっていうことは、ね、そう。もう医者、中小企業の社長めっちゃ多い。あ、そういうことか。で、たまになんかそのちょっと女友達で来てみましたみたいな女の人、女性2人組みたいなのもあるけど、もう基本医者、社長で、それが40分かけてとりあえずまあ6つ飲んで嗅いで、でコメントをつけていくみたいな。で発表をする。それ答え合わせして、うん、なんかあーとかそういうような空気があるの。どういうこと？ あいつもうバカ自体やんみたいな。そう、まあでも なくはないね。あ、なんかそのそれ楽しそうやな。これもそこがそこがその、まあ、そこ飲んで、まあ、そのコメントを当てられるわけよ。で、まずこれはもう飲んで初めに酸味がグッときますねみたいなことを、医者なんやけど、その人、うん、なんかもいけすかん医者、うん、これ初めにまず僕はグッと酸味が来てみたいな、はいはい、でその時私は酸味なんかせえへんやん先生で、あとでこれはね酸味というよりはこれ酸味じゃないんですよ酸味というよりは何なの？あのワインってなんか冷えてると酸っぱく感じんのよね、うん、ああそうかもしれない。あと初め注がれた時ってキンキンに冷えてるから、うん、酸っぱいって勘違いしやすいのよ。へえ、すごい酸味ちゃうのにって思いながら聞いてるこれペン回しながらそんなん酸味ちゃうのに見てるかもしれんでしょこの間もなんか上げてたよ、写真。うん、シーツのやつ。シーツ、そう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 、たまにああいうの出てくる。そう、たまに可愛いとこ出してきて、そうそう、あのちょっと好感度上げとかそうだったら犬の社長みたいな。そうそうそう、あんまり好感度上がらない系キャラやから、ああいう犬上げて好感度上げとかなそんなことない。いやーお前好感度高いやろ。高くないよ。高い。ちゃんのことを悪く言うやつ俺は聞いたことない。キーとか可愛い。それ多分みんな見る目ないわそう、分かってない。見る目ない。分かってない分かってない。ムネリンの家は一回見てみたいけどね、うん、行ったことないの。ない。あ、勝美さんしか行ったことないんじゃない。あ、そう。あ、そうや、勝美さんが来てくれる。庭を見たいわ。そんな広いんですか今。だってすごいよ。俺んちではないけどね。あ、だってその庭師、そうだ、
年2、3で飲んでたね。おとといまで来とった。あ、そう。またお菓子出してた。そう。こんなハゲにお菓子出されても僕よくは思う。俺が出すわけじゃないけど。ないけど。そちらです。だいたい8時ぐらいから作業を始めてくる。はいはいはい。10時ぐらいからおやつタイム。はい、早いな。おやつ多分おやつタイム3回ぐらいあるのかな。そう。おやつばっか食ってる。庭師の人見てて怒られんねん。同じ庭師の人絶対見てないか。絶対見てないか。毎回同じ人なんですか。え、毎回同じ人。いや、何人かで来る。あ、お菓子食べに来てるもん。長椅子出してる。そこにちょっとしたお茶屋みたいになってますと。お前ら働けよ。多分な。それえ向こうが思ってるから。せやねん。このおっさん絶対思われてる。このおっさん毎回寄るけど。絶対思われてる。仕事してんのかって絶対思ってんの。何やったらもう近所の何お母さん連中みんなに思われてると思う。何してんねやろ。毎日いるから。頼むから働いてみたいな。肩ギじゃないと思われてる。いや思われてると思う。それは思われてる。うん、なんかしっかりやもん。だって息子が小学校帰ってくるときもずっとこう家の前で門の前で立ってるのが誰が俺が怖いやん。なんでなお迎えってこと。そうでも安心やと思うで。何がえ何がいやいやだからそんなんて見回りたいじゃないけど。こんな子はモデの人がおったらえ思われてない思われてない思われてない。でもな近所のちっちゃい子とかのおかえりとか言って最初はなんかって感じやって。そうそう慣れてきたらただいま言うよ、ね、あそうあそう。でもなその小学校の時に女の子で近所の子でおかえりただいまって言ってた女の子が中学生なんで、うん、ほんなら何その子帰ってきてんけど、うん、今までこう渡ってきて俺の前に通ってたのに渡らんようになってそもうえそ多感な女の子もそんな時期そんなもうあげのおっさんと喋りたくないわ。そういうことね、申し訳ないでしょ。あれ、あの時今ここごめんね。俺の誕生日祝いと、うん、くにみさんの誕生日祝いで、うん、同じ質問をしてて、うん、カッパはいると思いますあれは何なんいやだから何がしたいのまあ、わかるわ、俺に聞くもんはいはいはい、あれをやりたかったのねはい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 、わ、わかるよ、はいはいはい。カルミニさんにも聞いてるカッパはいると思いますただ単にカッパ好きなんじゃんお会いしたことないですねって言ってましたカルミニさんあれはなんなんやいやなんかなんでクニミさんにも聞いたいやなんかムネリに聞いていないって言ったじゃないですか、うん、クニミさんならいるって言ってくれんじゃんかな。なるほど、まあ、確かにクニミさんそういうとこちょっとロマンチックなところがあるから、うん、そうあるからクニミなら分かってくれるかと思う。あカッパにロマンだからまだご挨拶できてないし俺絶対もうカッパ言うた瞬間絶対こいつやってきてるあれ編集されてるかもしれんけどカッパいると思いますよ2回聞いたからあれそうなんだっけいないって言ったからいるって言ってほしかったですよでもいないならええわあとでも皿乗っけとくわあのカレッジ毎週、まあ、いろんなやつであげてるけど、なんかそのツイッターとかでこれやって、うん、あれやってみたいなのが、まあ、来るんでしょ。来る来る来る。いや直接来る来る。DM とかで来る今日ますね。そうだ来るんじゃん。この間言われたのはなんかゲーム実況を会計士目線でやってくれって言われて。ほらなんかさとんでもない誰そのチャンピオンいやほらなんかさ弁護士目線でマリオカート実況とかやってるのかそれは面白そう。あこれ法定速度表みたいな、はいはい、このコーラとか持ってたらさ片手運転これもう懲役みたいなとかそれでも会計士目線やったら桃鉄ぐらいしかできんのそうやね俺もそう思っててできてる桃鉄あともうドラクエかドラクエできる会計士実況これねこの剣100ゴールドですけど銀貨を持ったらそうちゃいますかみたいなしょうもな誰が見んのっていうリクエストは、でもゲームやるもんね、うん、ゲーム好きやからちょっと考えてるけど難しくて確かに、まあ、ご期待
常に何か考えてる。すごい、その泉のように出てくるアイディアすごいわ。あ、そう。すごいすごい。そんな考えてないもんね。考えてるなんか。これ今度あの講義で喋ろうとか思わへんよね。いや、そんないらんもんだって。まあ、ネタとかもうそんなん。そうやな。ないないない。日々僕メモってますわ、気づいたこと。吉本の芸人。ほぼそれに近いものがある。今から常に何かを喋ることを考えクリエイティブエイジンしゃべったな。その辺の芸人より間違いなく喋りうまいから。それは言えてるわ、うん、一回ちょっとそういうのもほらもう自分で事務所作ったほらまあ講師としても一花咲かせて監査法人のパートナーにもなってもうあと吉本入りぐらいしかないじゃんやること胸輪を密着してくださいっていう僕依頼を受けましたよ。誰に？それだけど、昨日しましたよ、その電話。どういうこと？話してたわ。そう。ああ、それ面白そうやな、でも。言うてみるわ。胸輪を実況して、まあ、ファンらしいですね。池部先生の男なんですけど。確かに胸輪の一日気になるわ。うん、気になる。どんなの収録ね、顔出さへんから、うん、それもどんな感じでやってんのかなと、そう気になるんですよ。いや、そんなほぼ動いてない。いや、それ家から出てないって言うんでしょ。いや、そうやし、もうそれこそそのパソコンの前とおしっこ行くの繰り返してる。一日密着はちょっと見たいわ。一日密着しようぜ。家来るってこと。行きますね。絶対あかんやつ。いいでしょ、別に。じゃあ奥さんに撮ってもらうのですよ。スマホで。あ、それいいや、はい、むしろそっちの方がいいかも。絶対だって上ちゃんとか行ったら、うん、だって構えるもん。そうそうそう。普段と違う動きするけど。そうそうそう。ちょっと男前な顔しようもん。するよなぁ。胸にすんねん。すんねん。舞台になってくる。ちょっとキリって。そう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 。キリッとした顔するから。そういう人じゃないやんか。あるがままをっていうのが。そうそう。確かにね。それ面白いかもね。それマツコもやってやっちゃう。自分でやりやもんだ。自分で犬のさ、オッケー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 。それ頼もう、じゃあ、1回もちゃんと。全然 CPA カレッジでも何でもないし。いや、そんなことない。CPA カレッジは最近ほら、お笑い路線にかじきってるから。いや、最初っからやん。どちらかというと、最近お笑い路線。確かに、確かに。あの、何だっけ、会計士ペディアね。会計士ペディア、そうそう、あそこら辺からちょっと会計士ペディア。あ、今の何なの、あの鼻声。あれな、初めて聞いた時な、ちょっと悔しいけどなって思う。あれずるい、あれずっこいな。ちょっとなんか、子供のお遊戯感を出したかった。ああ、そういう、うん、みんなのなんか、お遊戯みたいなあるやん。なるほど、もうバカにしてきてんのかな。違う。そういう意味ね。そうそうそう、はいはいはい、なるほど、みんなでせーのみたいな感じのやつ。そう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 、あれさ、なんかマイキーとなんか普通のこう新人的な子がこう二役やってる、あれはどういう感じで撮ってんの。マイキー取り上げてそうそうそう、で新人取り上げて。そうですね。だからなんかもう一日で全部撮りたいんですよ、7ネタぐらいを。じゃあもうこう掛け合い先決めてって、そう、さっき片方のやつをもう全部撮るわけ。そうあれ自分で何カメラ置いて撮ってる。そうです。台本があればピチッと決まる。病気やん。あれは出ない。マイキ撮られたら着替え。終わったら着替え。そうあ、これ。まあお二人もだからそのうちに出てほしいです。まあ台本渡しますから。言われた。でもやるけど。プロデューサーには逆らう。声も取るわ。カーニーカーニー。それはやってくれば。やるわ。OKOKOK。何がいいかな。何の役がいいかな。そんな俺役限られてるやろ。確かに。限られてる。確かに。どうせ悪いことするな。そうやな。あの不正してる工場長とかやわ。そうやな。そっちやな。もう在庫水増しの工場長。そんなせこいことせん。あの服着て、あの工場の作業服着て、ちょっと水増
ましにしといてもらおう。似合いそうやんかそれ。公認会計士ペディア。それをオペラ調に指摘する。公認会計士ペディア。そんな会計士どこにおんねん。じゃあ皆さん今後もね CP 会議を楽しみにしといてください。また出ます。